宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、第三者から詐欺を受けた場合どうなるのか、まあ、つまりこれ、よく第三者詐欺と呼ばれる分野なんですけれども、この点について今回解説させていただきます。まずちょっと具体例を出しますね。 A さんが土地を持っていました。 C さんが A さんを騙して A さんは B さんに売りました。こういった事例です。この場合、売買契約の当事者っていうのは A さんと B さんですね。で、 A さんが騙された人です。で、B さんっていうのは相手方になります。つまり、騙された人の相手方ってことですね。で、C さんは第三者です。この契約当事者とは全く関係のない第三者。この第三者が A さんを騙して A さんは B さんに土地を売ったと、まあ、いう状況なんですね。で、この場合、A さんとしては騙されているわけなんで、騙されてね、契約したわけだから、取り消したいわけですね。この売買契約を取り消したい。一方で B さんとしては、いやいや、これ土地を購入する契約したんだから、ちゃんと売ってほしい、引き渡しまでしてほしい。つまり、まあ、契約取り消されたくないわけですよね。まあ、このように、この売買契約を取り消したい A さんと、取り消したくない B さんで、対立するわけです。で、この点について法律ではどのように言っているのか、どのようなルールで処理をするのかというと、相手方が善意無過失だった場合、つまり、相手方が A さんが騙されていることを知らない、かつ知らなかったことに対して全く過失がない、落ち度がない、こういった場合は B さん全く何も知らない、落ち度なく全く何も知らずに買っているわけだから、 B さんを保護しましょう、相手方 B さんを保護しましょうっていうルールになってます。保護しましょうってことは B さんが勝つってことなので、 B さんが勝ちだからA さんは売買契約の取り消しはできないんですね。で、これっていうのは、B さんっていうのは全く落ち度なく知らない状況なんですよ。一方で A さんは騙されている人です。騙されている人って、まあ、騙された側にも、何かしら落ち度あるよねって一般的に言うじゃないですか。なので、A さんは騙された側で一定の落ち度がある。一方で B さんは何の落ち度もない。だから B さんを保護しましょうっていうルールになっているわけですね。じゃあ一方で B さんが悪意または有過失だった場合、つまり B さんがこの騙されたことを知っている場合、もしくは知らなかったとしても落ち度がある場合、過失がある場合、この場合どうするかっていうと、 A さんを保護します。騙されていることを知ってね、契約しているのであれば B さんを保護する必要ないですよね。また B さん騙されたことを知らなかったとしても落ち度があるのであれば、まあ、どっちも落ち度があるんですけども、これは騙された人、これを保護してあげましょうっていうルールになってるんですね。つまり、この場合は A さんを保護するわけだから、A さんが勝ちます。A さんが勝つということは、A さん取り消しができると、まあ、いうことなんですね。つまり、判断基準としては、相手方が善意無過失であれば、相手方を保護します。相手方が悪意、もしくは有過失、落ち度があるというのであれば、この場合は、騙された人を保護するというふうなルールになっています。じゃあこちらの事例ちょっと見てみましょうか。この事例ですね。 C さんが買い主 B さんを騙して A さんから土地を買いました。この場合はどうでしょうか。この場合っていうのは、騙された人は B さんです。相手方は A さんです。つまり相手方がこれ A になって、騙された人は B に変わるんですね。この AB がこれ逆転します。つまり相手方 A さんが善意無過失であれば A さんを保護するわけなので A は取り消しができるってことですね。一方で A さんが悪意もしくは有過失だった場合は A さんを保護されずに B さんを保護します。B さんを保護するということは取り消されたら嫌なので A さんは取り消しができないというふうな感じになるんですね。これはやっぱ逆転するって言ったイメージですね。なので今言った判断基準を使えば、つまり善意無過失かどうかで判断をすれば、
第三者から詐欺を受けた場合の問題が出たら、すべて解けるわけですよね。なので、ぜひですね、しっかり判断基準を頭に入れていただければと思います。で、そしてですね、ちょっと一つ言い忘れたんですけども、これ詐欺って書いてあるんですが、法律用語で欺罔っていう言葉を使ったりするんですね。だから問題文とかで欺罔とか欺罔行為っていう風な言葉が出てきたら、あ、これは詐欺なんだと、人を騙してるんだなっていう風に置き換えて問題文を読むと、より問題文が理解しやすいんじゃないのかなと思います。このように問題文のね、分かりづらい言葉っていうものを置き換えて問題文を理解する。これも非常に重要になってきますので、わからない単語については調べながらぜひですね、進めていっていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。